昭和9年、初代大塚弘徳により創始され、松濤館流、豪柔流、紫桃流と並び、伝統派空手道四大流派の一つに数えられる。空手のね、基礎のやっぱり突き蹴りがね、できないと当て身ができないんですよ。それで先代は空手のその特徴である突き蹴りを学びたかったんですね。それでそれを取り入れようとして習って、型をいろいろ習ったら、まあ日本にないね、あのやり方でしょ。それでいろいろ興味を持って、その沖縄の型の使い方そのままじゃ、まあ、あの絵に描いた餅で物の役に立たないから、自分で型のね、一方で相手を仮装しながら、もう一方で型の目的、これはこういう意味で、後でこういうふうに応用変化して使いますよというように、技をね、一つ一つの動作にそういう説明をつけて教えるようになったんです。
和道流空手っていうのは基本の突き蹴りですね。それと型が16うちのありますから、その16の型と基本組手が1本から10本まである。その10本目のあれと試合ですね。それであの10本目の他に多少3本組手、1本引き2本引き3本引きっていうのがありますよね。それも上中上級初級上級初級中級上級って分かれてるんです。それを大体空手の部門に教えてるんです。で柔術は今度は何かっていうと、その空手のその基本組手の10本ですね、それの裏の型っていうのは24本なんですよ。その24本をやって、それで今度は10本目と24本目をまたあのさらに創意工夫した組手型っていうのが36本あるんです。それはあの先手後の線、先線の線、それからあの右の合構え、右の逆構え、左の合構え、左の逆構えって4通りのね、その36本の中に含まれてるんです。その他に今度はあの護身術とか、さっきあった座ってある居取りですね、それから逆取ったり投げたり、担当取り、それから立ち取りですね、そういうのが柔術の方へ全部入れて柔術として教えてるんです。